グラチラマー酢酸塩は多発性硬化症の治療に用いる免疫療法剤である。ミエリン塩基性タンパク質から発見されたペプチドで、グルー、リス、ALA、ティールの4種のアミノ酸からなるランダムコポリマーであり、一部が作酸塩となっている。投与すると免疫系に対して、ミエリンのデコイとして機能すると思われる。商品名コパキソン。 多発性硬化症の再発予防薬として承認されているが、疾患、障害の進行を遅らせる目的の医薬品ではない。観察研究で疾患の進行を遅らせたとの報告があるが、臨床試験として適切に制御された研究ではない。多発性硬化症の臨床的定義では2つ以上の症状、兆候が必要であるがグラチラマーは、症状、 兆候が一つでもあれば投与できる。再発寛解型多発性硬化症の治療にも使用できる。非化注射薬である。日本では2015年9月に承認された。モルパーセントで見ると、グルタミン酸、リシン、アラニン、チロシンで平均分子量は5000から9000、100円期あたり15から24の残期が、作酸塩を形成している。効能、効果は、 多発性硬化症の再発予防であるが、進行型多発性硬化症に対する有効性及び安全性は確立していない。2004年の国乱レビューでは、グラチラマーは MS の治療効果、疾患進行抑制は全く見られず、疾患再発リスクに実質的な影響を与えないと結論された。251名の患者を対象とした2年後の臨床試験では、 疾患進行抑止効果は全く示せなかった。結果として FDA は、疾患再発回数の減少については承認したが、疾患の進行抑制については承認しなかった。グラチラマーの投与を継続した患者と中止した患者を15年間追跡調査した結果、継続した患者では、再発率が低下し、疾患の進行度及び二次進行がタイム S への、 移行が減少したと報告された。しかし追跡調査は、臨床試験でないので、比較は不可能であり、結果は無意味である。また長期投与時の安全性は未知である。2007年の欧州多発性、硬化症治療研究会議で報告された2つの臨床試験で、グラチラマーサクサンシオと高容量、高頻度インターフェロンベータ投与とが比較された。 その二つの試験では、主要評価項目である増悪までの期間を、はじめほとんどいずれの評価項目でも、グラチラマーとイフベータとで差がつかなかったが、MRI 画像を用いた疾患進行評価についてはわずかに差があったと主張された。三年間の二重盲検試験では、一時、進行性 MS に対するグラチラマー投与は効果がないことが報告された。 FDA は単一脱髄性症状について、プラサイス試験に基づいて承認している。プラサイス試験は、最初の臨床症状が発生した患者を対象にした試験であり、多発性効果症の診断が下される患者を45%減少させた。偽薬群では3年間のうちに43%の患者が MS と診断されたのに対して、 グラチラマー群では25%であった。左上腕部での注射部位反応副作用、発現率は、日本国内の試験で100%、海外の試験で96.3%である。日本国内の試験で見られた主要な副作用は、注射部位反応、注射部位疼痛、注射部位高血、注射部位相容感、注射部位主張等であった。 その他注射直後反応が29.4%に発現した。直後反応の内訳は動機、呼吸困難、共通であった。また、海外の試験で見られたその他の直後反応は血管拡張、頻脈であった。なお、クラチラマーに過敏症の起用歴のある患者は投与禁忌とされている。添付文書に記載されている重大な副作用は注射直後反応。 注射部位へし、過敏性反応である。その他5%以上の患者に不安、心腺、悪心、嘔吐、患児打症、多感症、リンパ節症、顔面不腫が発現する。これらの副作用は注射後30分以内に出現する。また、注射部位の死亡組織の破壊により非下死亡萎縮症が発生することがある。 米国 FDA の添付文書によると、重篤な副作用として循環器系、消化器系、肝臓、血液、リンパ系、筋骨格系、神経系、呼吸器系、感覚器系、泌尿生殖器系障害の発現が報告されている。クラチラマー作酸塩は、ミエリン塩基性タンパク質から発見された4種のアミノ酸のランダムポリマーの作酸塩である。 作用基準はいくつか提唱されているが不明である。クラチラマーを投与すると T 細胞の分布が炎症誘発性ー1細胞優位から炎症抑制性数に細胞優位に変化する。ミエリン塩基性タンパク質との相似性から考えると、ミエリンに対する自己免疫応答のデコイとして働いていると可能性があるが、血液の関門を通過しないと考えられ、 少なくとも疾患早期においては走行しないと思われる。臨床試験では症状増悪の頻度及び重症度の軽減が見られている場合がある。多発性硬化症に対するグラチラマー作酸塩の作用機序は完全には解明されていないが MS の病院と応募式免疫応答のプロセスを改変すると思われる。この仮説はミエリンで 中枢神経系に対する免疫応答を誘導した実験性自己免疫性の脊髄炎動物の実験結果から指示される。動物実験及びインビトロ実験系ではグラチラマー特異性サプレッサー T 細胞が誘導され抹消で活性化される。グラチラマー作産使の有効性と安全性は3本の主臨症試験で示された。1本目の試験は 中央登録20盲検疑約対象試験であり、50名の患者を対象とした。二つ目の試験は、多施設共同20盲検疑約対象試験であり、米国の11施設の251名の患者が対象となった。三つ目の試験は、多国多施設共同20盲検 MRI 試験で、あり欧州の6カ国とカナダから29の MS 施設、 239名の患者が参加した。クラチラマーがノーマラリアの予防効果を示すことがマウスで示された。萎縮型加齢を反変性に対する臨床試験が実施され、クラチラマーがソードルー偶全面積を減少させることが示された。ありがとうございます。